沖縄コザを地元の人がより深くよりディープに物、人、ことを発信するコザ好きや今後好きになってくれる方々に向けた沖縄市の情報発信番組です。コザの裏側。こんばんは、ミキトニーこと糸数美希です。さあ今月のゲスト MC ご紹介しましょう。この方です。はい、コキザミンニャンの森です。よろしくお願いします。いや出たかった、コザ裏出たかった。なんで嘘つく。なんでよ。毎週見てるんですよ。なんで、私たち結構長い付き合いですけど、そんな小沢に出たかったって一回も言われたことないけど。いや、それは言わないでしょ。なんでよ。恥ずかしいさ。なんでよ。毎週見てるよっていうのは。私はヒップホップ見たいって、出たいってずっと言ってるよ。それとこれとは違うさ。まあでも沖縄市のイメージがあんまりなくて。あ、僕ですか。はい。もう結構来てますよ。もう毎週日曜日は小沢で遊んでますね。なんで嘘つく。あの言っときますけど、ミッドリープレイヤーズカフェの柱に、うんうん、僕がニューヨーカーになった写真が今飾られてるんです。は？ニューヨーカーになった。この間ここでロケして、うん、僕1時間から2時間ぐらい撮影したんですよ、パーカーベニューで。マジ？でこうやってニューヨーカーになってる僕の写真が飾られてます。あ、じゃあそういう一応つながりもあって、うん、まあ、今回じゃあ MC 抜擢と。そう、小沢愛は誰にも負けないですよ。さあそれでは早速、はい、初めのコーナー行きましょう。お願いします。はい、沖縄市の小沢のことならビクトリーに任せろ。ありがとうございます。というわけで、うん、今回は沖縄市観光広報動画でちょっと変わった撮影があったということなんですけども、うん、あ、沖縄市 PR 動画制作ツアー、こちら先着50名様参加者募集というやつですね。まあ、沖縄市に泊まって撮影に参加しようというものがあって。あ、いいですね。はい、沖縄市出身のあのアーティストも、え、気になる、なんか撮影が決定したという情報を得ております。はい、で、沖縄市ではですね、うん、令和6年度の観光広報活動業務の一環といたしまして、はい、沖縄市 PR 動画作成をすることになりました。で、今ライブハウスシーンのエキストラを募集してるんですね、うん、え、そう。じゃあ出れるんですね。そうなんです。ぜひ皆さんに、はい、応募いただきたいと思います。この撮影した動画なんですけど、はい、沖縄市 PR 動画として、うん、YouTube だったり Instagram などで配信するので、ぜひ皆さんに振るってご参加いただきたいと思います。世界中で見られるんだ。そういうことです。最高。まあ、今回初めてゲスト MC ということで、はい、まあ、いろんな方にね、うん、アリンクリンだったり、はい、ヒップさんだったり、まあ、友治さんも出ていただきました。 そんな中でですね、はい、みんながみんなこぞって、うん、おやおやっていうちょっと食レポシーンを集めた回をぜひ見ていただきたくて、はい、もう楽しみでしょうがないし。いや、問題作よ結構。いや、僕も、まあ、本当に毎回見てるんですけど、うんうん、あれがちょうどいいんですよ。食レポうますぎたらつまらないですよ。逆に入ってこない。あ、うん、そう。マーベルバーガーです。お店の名前の、じゃあ一番一押しだね。一押しです。もうとりあえず肉肉しさを。いや、これ肉肉しすぎるでしょ、これね。持ってきました。いや、すごい。めちゃくちゃジャンキーかなと思ったらそうでもないね。はい、肉がすごいレアで、はい、柔らかい、柔らかくて、はい、そうです、そうです。あ、これは食べてほしいね、絶対ね。食べてほしいです。女性がでも食べるってことは、じゃあもうミットンでも全然。あ、もう、はい、もちろんです。でもなんかしげさんの俺食レポなんかエモいっすよ、あれ。エモい。今なんかわかる、うん、なんかエモいよね。エモい、エモい。ほんと見れます、僕は。うそ、いや、限界あるぜ。ほんとね。確かに長年やってたら限界あるよね。限界あるよ。なるほど、まだ新鮮な形で見られてるんだね。なんかエモいな。でも美味しそうだったから。美味しそう、ね、そうそう、ね、食レポでは伝わってこなかったけど、ね、味を知りたかったらお店に行きなさい、そうっていう新手の手法で。聞こえちゃった。素人や。ワンパクじゃないですか、これ。ワンパク、もうデージワン、デージワンパク。うん、俺が小学校土曜日のなんかプロレス見ながら食べてるみたいな感じ、なんか。うん、スタジオのミキトニーさん、お返しします。あ、なんかメッセージあります？あのね、もうちょっと蕎麦紹介させて。あ、そうか。勝手に締めようとして。ゴヤさんとまたこのポンコツディレクターとの掛け合わせが、なんとも、なんだろうな、1ミリも化学反応も起きてなくて。そうだよね。全く起きてないんですよ。混ぜるな、危険じゃないけど。そうそうそう、全然混じらってないな。混じらってないんですよ。うん。確かにこのスパイシーとなんか全然違うね、これ。全然違います。なるほど、これ若い人が好きな感じが分かる、はい、なんだろうな。あ、これうまいぞ。
かしいですね。すごい、私がやったらもう、いや、あの僕らがやったらもう大変なことになる。本当難しいんですよこれ。天地がいい。下にあのなんかトレーみたいなの置いた方がいいような気がしたんだけど。天変地異ですよね。天変地異。さすがですね。天地がいいです。天変地異いいね。いや、やっぱうまい。は？逆にうまい。はい？あの本田茂さんちゃんとやろうと思えばできるんだけど、わざと夜中か深夜の番組だから崩してるわけよ。うん、ゴールデンタイムだったらちゃんとできる人なわけ。マジで言ってる、うん、わざと不器用な感じ出してるわけよ。でいろんなとこ着眼で気になるところを作ってる。もうなるほどね、思うツボだよ。そういう、確かに、うん、私ずっとそうじゃない、そういう視点があるってちょっとな、分かんなくて。だからこの食レポ感想とか曖昧でいいわけよ。あ、本当に食べた人は感じるから、自分で、あ、こういう味なんだって行った時に、うん、答えを出さないのがしげさんの答えだわけ。あ、なんか、うんうん、なんか4週ぐらい回ってなんか、あ、なんか分かるような、うんうん、分からんようなみたいな感じだけど、ヤシが意味わからんよ俺も。正直ちゃんとやってほしいよ。意味は、あ、でも意味わからん。でも毛利さん的にあれは、うん、狙い通り、なるほど、で行きたくなるように作られてるから、なるほど、畜生、じゃあまんまとはめられてんだ。コメントが招待券になってるわけよ一個一個。あ、いいんですかしげさん、いいんですかって、うん、一応意味からよ俺も。これナス寿司って言って、え、酢飯とおい、なんか下下ナスをやってる一口サイズのなんか、うまそう、お寿司なんですね。ナス大好きっすよ。うんうん、でもなかなかうまいですね。うまい、うまい、なかなか、なかなかうまい、なんか、うん、酸っぱい。酸っぱいってのや。本当にあんな一番なんか小学生が基本的に甘い辛い酸っぱい第3位ぐらい出てくるやつを食レポで初めて聞きました。そうですね、それをしっかりお伝えするのがまあ彼の良さなのかな。じゃああるよ、お店来たりと、あの酸っぱいのちょうだいってなるよ。せーの、うん、おうめえ、これなんか、うん、やべえ、うん、さっぱりしてるってのがちょっと違うんだけど、うん、でもしつこい感じはない、うん、うまい、そうですね、うまいさっぱりではないけどしつこくないっていう、うんうん、香ばしくて、うんうん、ジューシーで奥深さもありつつ、うん、だけどくどくない、くどくない、歯ごたえもいい。ビキトニー合ってる俺の食レポ、うん、ちなみに、ね、俺入れ歯だから歯ごたえは結構大事なんですよ。いや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 、おじさん二人でやろうって言ってたけど、うん、メリアン呼べ。いや、ほんとあれやばいって、あのおじさん二人絶対やばいって。絶対呼べ。で、あとあのおじさん二人からじちれ。ギリギリ美容師って言ってたよね。ほんとに切って、どっちもこれ早が芽生えないのと一緒だよ。ほんとね、マジで。うん、大丈夫ですか。もうカリカリの中はなんだろうな、もちろんタコもいるんだけど、そうそう、コーンポタージュ合ってる。まあでも今のリハーサルなんで、次またあのかかずひびちゃんがやりますからね。本当にちゃんってればマジで、あのさ、食レポでさ、うん、ドロドロっていうひどいですよね。あれは工事現場で使うワードだろや。ちゃんとがひどい、今までの中でも歴代ワーストレベルでひどかったです。ちょっとあの酒入れてる時の顔見た、見た、ちょっと口開いてたからね。俺にはもうこれが必要なんだみたいな、カメラ待っとんの、廃人ですよ本当。カメラチャーマーリードや。いやー本当にすみませんね。コーンポタンジュで、何さ、なんでよや、なんでよや、たこ焼きでよや。食感が、食感が、食べ物を食べ物で例えるな。分かりにくいわ、誰も伝わらない。こう言ったら、うんうん、って言ってから奥。これこれだけは絶対やろ、ええ、うん。これは普通の飲み会。これ見たことないテレビで。ないですね。ない。確かに言われて気づいた、うん、私も。伊藤三振引いてる時もこんなじゃない。うん、奥。こう。これ
基本あのなんか臭くないですか小僧のより僕はヒープーさんから飲み方を習ったんで、はいはい、それをちょっとヒープーさん僕はちゃんと学習してますよでは美味しいこれをやるって言うんだけどブハーとかリアクションかみたいなこと教えるとダメだっけだとしたらさあのずっと持つのやめた方がいいよずっと持ってるさグラスはもう一回置かんとそうだよね飲んで終わったら置くよねよくないあそういうご指摘ありがたいです我々としてはユタ的にもよくないそうなのいやーやっぱ味があるないやーやっぱ違うなって思った今回見て、うん、モーイさんが言ってたさ、うん、あれがみんなの心をつかむ招待券だった、うんそううん、正解を出さないのが正解だからしげさんの思うツボだよ本当はコーンポタージュとか言いたくないよ、うん、言いたくないけど言ってんだ言ってどういうことって疑問にするわけよみんな見てる人うん疑問にだった、うん、してコーンポタージュが食べたくなるわけよ実際、うん、お店にコーンポタージュのあれありますかって来るってでしょもうまんまとつるんでるわけよつるんでる店側と裏で手組んでるわけよこういうことをやりましょうって、うん、そう新しい味を出して新商品の話も進めてるわけようまいよやり方が私そんなに作詞に見えないんだよなシーゲーさん長い付き合いだけどパーカービニューを書いていくって言ってるでしょあ言ってる自分も変わっていってるわけどんどんなるほど私じゃあ全然見えてなかったんだ、うん、ヤシが意味わからんよ意味わからない言ってることは意味わからんよだよね、うん、でこれからこの今後だよ今後講座裏でこの食レポが続くと思うと、うん、ちょっとねいやでも俺も髪も切ってほしくないしいや、切った方がいいさすがいやいや、このなんていうの深夜から見るあのロンゲたまらんよいい体じちれうん、切らんでいいうん、切った方がいい お二人とも切らんでいいうん、切った方がいいヤシが切った方がいいよやねえ、情緒不安ってどっちよ切った方がいいよ一回食事するんだったら清潔感あった方がいいよはい、沖縄市はどう来ます？いや、僕ほんで3ヶ月に一遍でこの間チャーリータコス行ったけどいっぱいで入れなくてあっちプラザホース行きましたあーセニョルタコあセニョルタコス行きましたあー嬉しい結構来てますよ僕、ね、本当になんだっけユーリケンのユージさんとユージさんとも食事しにねよく回ってるよねそう2人で見つめ合ってタコス食べてるして店の人たちがやばいなあこの2人できてるなって今日説明してよ、この後ロケがありますって嘘ついて言わんとや言わんとや、同じ白馬だし、怪しいよや確かに、ええ感ちゃうかなと思ったそうびっくりしてましたまあでも確かに、なんか沖縄市、うん、食べるのも飲むのもさ、毛利さん大好きだからそう、ミキトニーともね、ミキトニー会でいろんなとこ行ったし小座ツアーやったのよ、うん、行ったそう、小座爆酒行ったり、うん、で、ダーさんともライブも見に行きましたよ、昔昔というか何ヶ月も前に音市場はい、あのこっちのライブハウスうんバンドの人たちの演奏聴きながら、うん、飲みながら結構来てますよ全然情報出てこないですよねライブハウスの名前もバンド名もいや、個人情報何がライブハウス許可取ってないのに言っていいですかってDJ 簡単側に店の名前出したらあっからユージさんの名前は出していいのにいいよ、ユージさんはバンバン出すユージさんはよくわからんじゃないまあでも沖縄人もね、こうやって来ていただいてるってことなので、うんはい、まあ今回の、うん、1回目の1周目の小座の裏側は、はい、なんだろうな、うん、沖縄人の魅力を伝えた回かって言われるとちょっと謎なんですけどいや、伝わってます、だいぶ本当にしげさんが登場するだけで、あ、沖縄人だってなるのあ、確かに沖縄人の魅力の一つかもしれない、うん、あの人はうちの娘もシーゲさん見て面白いおじさんだねああ実際トークしたら本当面白いいや、まあ確かに沖縄市に来て、うん、シーゲさんに会うとあ沖縄市だな、小座だなっていう感じはあるのでまあ1週目そんな感じですけど、うん、また来週以降もぜひ新たな沖縄市の魅力をね一緒に伝えていきたいと思いますのでぜひよろしくお願いいたします、はい、ということでまた来週ですお付き合いいただきましたミキとニーコと糸数ミキと小刻みニアンの森でしたありがとうございました、はい